なるほど。さあ、歩みへの言い訳考えなきゃ。いやー、探偵君、来てくれてありがとうね。まさかこんな話が聞けるとは思ってなかったよ。いや、このバースミレも気になるな。スミレちゃんがバーやってんだから、おっほっほっつってスミレちゃんやってくれるのかな。そっか、胡蝶の舞とかやってくれる。神原刑事こそ、呼んでいただいてありがとうございました。さすがに酔いも冷めちゃったね。いや、これアルコール入ってないでしょ。そもそもお酒飲んでいないですけどね。あはは、その通りだ。困るって踏んで僕を呼んだんじゃないかな、神原刑事。ああ、そうだとすれば相当な切れ者だけどな。こうなるって踏んで僕を呼んだんじゃないかな、神原刑事は。だからなんで音声取り直してんの何なのその音声の取り直し。何やってんの探偵君。ダメか、歩みに事前連絡したかったんだけどな。聞かないか、くらえ。ダメか、酔っ払いの人たちの声で騒がし。ああ、汎用か。あれ、明かりが消えている。あ、本当だ。僕が入った時はついていたのに。中の電気は消えてる。通りで客が入ってこないと思ったよ。いつの間にか店を閉めてたのに。昔のことを全て話すつもりで途中から休みを装ったのかもしれない。そういうことか。ママさん、本当に貴重なお話をありがとうございました。なるほどね。うん。スナック証拠の前だ。右のスミレが気になるな、やっぱ。これ同じだよね。スミレが気になるな。ああ、関係ないんだ。何も出ないんだ。そっか。ん？う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 ん？ダメか。ん？うん。ごめん。俺から質問していい？三つだけだ。一体どうして翔子がママの本当の名前じゃないって分かったの？探偵の勘だよ。カウンターの奥に食品衛生責任者修了証が見えたんです。そこに書かれている名前が宮下道夫だったので、あれって思って。神原刑事の話では翔子ママがここのお店のマスター兼ママさんということでしたし。すごいね、探偵君。はい、目はいいんですよ。裸眼でどっちも 2.0 なんです。いいね、それは。何？ 2.0 って、いや、いろいろと恐れ入ったよ。神原刑事の細胞の数まで見えますよ。ありがとうございます。よし、じゃあ帰るとしますか。車、あっちに止めてあるんだよね。パーキングの代金もなんか高そうだけどね、こんな街中、はい、中心地。どう？面白い人だったでしょ、証拠ママ。ギャルゲーっぽいね、なんか。ギャルゲーの一番家であってもおかしくない感じだろ。なんだこのいい雰囲気。はい。ギャルゲーじゃねえよ、乙女ゲーだ。でしょでしょ。みんな証拠ママと話すとファンになっちゃうんだよ。うん、それ神原刑事もそうじゃない？俺もその一人。あ、キャレ、先輩に一報入れとかなきゃ。クゼちゃんに？何か分かったら必ず連絡しないと怒られちゃうからね。後ろに乗っているわよ、カビ。ああ、もしもし、神は。神、今すぐ家まで来てちょうだい。神、先輩の家に行くぞ。何かあったみたいだ。あ、すごい、何も聞かないで行くこのスイッチングの行動力の速さ、はい、素晴らしい。何があったか尋ねずに。てか俺に携帯渡した方が良かったじゃないの、神原刑事を運転しながら。クゼちゃんに何があったか。家まで、あ、でもそうだよね。俺です、神原です。え、大丈夫？クゼ刑事、いらっしゃいますか？通じてください。クゼちゃんが怯えている。ソードスキルが通じなかったってこと？なんか後ろから来てそうな人に。え、何？少女になってる。少女になってるよ。ようやく落ち着きを取り戻したクゼ刑事は、その夜起きたことを僕と神原刑事に語り始めた。クゼちゃんっぽくないな。いや、これが素なんだろうな、本当は。今日帰宅するとき誰かに後をつけられたような気がしたのよ。うん、これね。てか今日一日すごいいろいろな事件があるな今日はいっぱいイベントが起こってんね気のせいかと思ったから戸締まりをしてリビングにいたの。すると戸締まりしたんだよね、ちゃんと。窓側から誰かが私の部屋の前を通りかかったの。うん、
そこまではまだ。バンバンとか見てよ。そのまま通り過ぎたから、住人の誰かが非常階段を降りていくんだと思った。うん。通路側に窓がある家か。でも足音が明らかに私の部屋の前で止まった。そしてドアのところで何かをする物音が聞こえ始めたのよ。これは怖いね。物音を立てないようにしながらドアに近づいた。やめて、怖い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 。ドアスコープを覗いてみたのよ。あー怖いな。チェーンとかはちゃんとかけましょうね。鍵だけじゃ不安だからね。やっぱチェーンはかけて。うわー怖い。エミオがここに。驚いて私倒れてしまったの。その物音でエミオは逃げたみたいね。先輩、俺ちょっと辺りを見てきます。まだどこかにいるかもしれない。今日はここで寝ずに晩をします。待って、私も行こう。いやいやいや、クゼちゃん。でも先輩。大丈夫、私も刑事よ。でも女の子よ。わかりました、ただし先輩は俺から離れないでください。俺の存在みんな認識してる。大丈夫、分かったわ。私もいるよ。俺もいるよ。探偵くん、悪いんだけど留守番を頼むよ。ええ、そうなの。もし何かあったらすぐ連絡して。クゼちゃんの衣装ケースとか荒らしちゃうけど大丈夫。そんな放置してたらチェックしちゃうけど。わかりました、お気をつけて。大丈夫、そんな信用していい。大丈夫、荒らしちゃうよ。流れで一人で留守番することになってしまったけど。ああ、なんか必要最低限のものしかない感じだな。いくら刑事とはいえ、女性の一人暮らしの部屋をエミオの姿をした何者かが訪ねてきたとすれば、相当驚く。いや怖すぎるだろ。恐怖とともに身の危険さえ覚えるに違いない。でもあのクゼ刑事の怯え方はかなりのものだった。普段の彼女のイメージとかけ離れているように思う。エミオにはやっぱソードスキルが通じないんだろうな。そういう感じなんだろうな。神原刑事からかかってくるかもしれないから、いつでも受けられるようにしておこう。うん、じゃあ充電しとこう。しかしエミオと見られる人物はなぜクゼ刑事の家を訪ねてきたんだろう。うん、まさかクゼ刑事を狙って。どうしたら、目的は何だ。もしかして今回の事件を追っていることに気づいて襲おうとした。うん、今いるそこら中に出てきてるエミオってもしかしてお兄ちゃんなんじゃないのかな。誠さんだったりするのかな。守ろうとしてたりする、何かから。なんかそんな雰囲気もあるな。絶対に見せない。ああ、そっか、そっか。見せる相手がいない。うん、どうなんだろうな。お兄ちゃん、誠ちゃんが生きててエミオの格好をしながら、本物のエミオの格好をしてない殺人鬼からいろんな子を守ろうとしてる、そういうことはあり得るのかな。ん？ん？何かが落ちてる。ネクタイと封筒。聞く相手がいない。ここには僕。落ちた箱。箱が落ちている。うん。いや、はい、はい。ネクタイと封筒が落ちてる。あ、そうか。これらが入った箱がどこかから落ちたんだね。どうしよう、勝手に触るのはまずいかもしれないけど、このままにしておくのもな。あ、トルが出たけど、いやさすがにちょっとそれはって思うけどな。このままにしておく、よくないけど、よくないけど、いやでもと思うけどな。トルか、やっぱり拾ってテーブルに置いておこう。あ、そうだね、それでいいでしょ。はい、とりあえずチェックだな。電子レンジ、あ、ないの。窓、換気するのにちょうどいいサイズの窓だ。ああ、これ角部屋ってこと。ここに窓があるのは通路側なのかな、これ。棚だ、綺麗に整理整頓されている。クゼ刑事の性格が現れているような。ああ、素晴らしいね、整頓できる人素晴らしいね。ぐちゃってなっちゃうけどね、整頓しても 一時的で。クゼ刑事の家、箱は中身をしまって机の上に置いといた。うん、意外に神原刑事へのプレゼントだったりする。誕生日近かったりするとか。そういえば違うかな。エミは泣いている少女の前に現れるんだったな。悲しい少女か。クゼ刑事もお兄さんが行方不明になっていることを考えると悲しい少女ではあるが、まあね、でもそれはもう何年も。
クズ刑事はもう大人の女性だ。そうだよね。だからこそなぜここにという謎が深まるんだけど、心が少女だからっていうことじゃないのかな。じゃあ心の問題かもしれないよ、うん、あ、エミオじゃないよね。怖い怖い怖い。どうでした、エミオはいましたか。まあいたらこういう風に帰ってこないよな。いや、不審者を見たって人も特にいなくて。なんだろう、実家に挨拶しに来るカップルみたいになってるけど、不安そう、認めてもらえるかしらみたいな。その代わりドアポストにこんなものが挟んであったんだ。ほう。エビ来い。だね、それだね。落としてたよ。エミコ。クゼちゃんがエミコ。どういうこと？先輩、本当に一人で大丈夫ですか？うん。何かあったらすぐ呼んでくださいよ。大丈夫？玄関の外で張ってようか。寝てようか。神、ありがとう。俺は？それでは失礼します。俺の存在は？もしかして存在見えてないかしら？鍵閉めて。チェーン閉めた？ちょっと。クゼちゃん、落としてないよ。鍵とチェーン閉めた、今。え、何？何？いえ、何、何、何それ。クゼエミコだったり。何？エミコってお母さんだったりする、まさか。うん。ん？うん。置いた場所が違うってことなんか言ってる。ここまではさっきの。で、エミオだよね。うん。ここまではいい。なんか映ってたね、今。瞳に。なんか映ってたね。なんかがフラッシュバックしたのか。いや、それ戻したの俺なんですけど。ダメだった。